アクアライン800円。いや、やっと定着してきましたね。でもね、皆さん、これ来年の3月でこの社会実況終わるんですよ。そうなんですよ。万が一のですよ、今普通車 ETC 使って800円が通常料金の3000円に戻ったら、大型車1320円が4950円に戻ったら、これまず大変なことでございます。私ね、これを高級化せねばならないと思っております。言うならば、アクアライン800円になったおかげで首都圏において350億以上の効果があった。それと同時にですね、この木更津に皆さんご存知ですね、アウトレットができました。2000人の雇用が増えました。それと同時に木更津の周りの市町村においてはですね、人口も増えました。土地の値段も上がってきました。観光も増えました。私ね、これを本当に大事にしていかないと千葉県の発展はありえないと、そのように思っています。それと同時に、人と物が動かなければ皆さん消費は生まれないんです。ですから私は圏央道を特にですね、横芝大栄館の 18.5 キロなんです。これを何とかしなきゃいけない。これを何とかすることによって、実は成田空港の代替道路、いうなれば首都圏を通らずしてアクアラインを通って入れるんですね。もっと大きく言うと、東日本西日本を首都圏を通らずしてアクアラインを通っていくと結ぶことができるんですよ、皆さん。そうするとですね、人と物の流れが大変スムーズになる。それと同時に企業誘致、これはね、大変優位性を保ちます。ということはどういうことですか？雇用が増える。そして多くの人たちが来てもらえる。そして観光等も含めて、皆さんそうですね。ですから私ね、この我が千葉県、どういうわけだかね、今まで道路網がね、ちょっとね、やっぱり手押しでございました。その言うなれば大動脈、これをピチッとすることは大事だと。それと同時に、この間の震災で皆さん十分お分かりでしょ。この大動脈というのは防災力にもなるんでございます。私、森田健作、アクアライン圏央道、これは我が千葉県の将来のためにも基盤としてやっておかなければならないと、そのように思っております。はい、どうぞ。